グラスファイバーのね樹脂ハンズマンに売っています。なんちゅうかなこれ分からんけど、これ今上が値段が上がってね1万6900円ね、結構高い高いけどこれ強力です。本来ならこれに、硬化剤を入れるんやけど、硬化剤をまず入れなくてね、塗り込みます。はい、ここにね割れ目に染み込ませるね、こうしてしばらくするとね吸い込むから、何回もこうしてね入れ込む。硬化剤を入れるとすぐに固まるから、まずね硬化剤を入れなくてどんどん染み込ませるね、こってりね。そしてこれ分かるようにね周りをグラインダーで削っている。で削ってこれダイヤモンドカッターでね表面をきれいにして、でこの真ん中の部分を少しねグラインダーでへこませている。そうすることによってこうしておけばここの真ん中に寄ってこの中に溝に入っていくね。でこれはなかなかいいアイデアね、かなりの量がこの中に染み込んでいくもんね。そうすると中で今度は硬化剤を塗った塗料を入れれば徐々に固まっていくから中の方もちゃんと防水ができるというね。はいはい、グラスウールね、1メーターちょっとかなこれ、これハンズマンで売ってます。これを切ります。今1メーターぐらいからほんの少しこれだけのね、硬化剤の中この中の溶剤これに硬化剤を入れるね。普通ねこれじゃね2滴ぐらいいんやけど今日は早く固まらせるからちょっと多めに入れます。これでもかなり多い。よくかき混ぜないと悪いわ。この率はねやっぱり何回か経験せんとわからんね。まあ最初は少しずつテストしながらやってみてください。